ってすぐたくさんのオタグッズが迎えてくれましたが、こちらはすべてお客様が寄付してくださったグッズだそうです。推しに見守られながらトレーニングを頑張りたいっていうことなんでしょうね。オタクジムのトレーナーの金尾と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。こちらこそ。普通のジムさんとかだと、はい、こう目標とか体重とか書くような、ありますよね。あると思うんですけど、事前アンケートは好きなね、はい、ジャンルとか書いていただく欄がうちはあって、どういうジャンルとか好きな方が多いんでしょうかね。入りとして多いのはやっぱテニスの王子様とか、あー、あとリボンとかディーグレーマンとか、あの辺のジャンプ作品からオタクとしての芽生えがあったよっていうお客様が多いですかね。じゃあ結構私と同世代かもしれないですね。そうですね、あの辺りのジャンプ作品を通ってきた人たちみんな友達くらいの気持ちで、はい、体拝見していきますね。そうですね、お母さんの癖的にはスレーバックって呼ばれる体に近いかなってところですね、はい、スレーバック、ちょっとお尻の硬い感じもあったので、はい、お尻を緩めていきましょうか。はい、一回お尻浮かせてもらって、これお尻の真ん中に挟みます。すみません、はい、はい、じゃあグッと潰してもらって、はい、いいですか、圧迫する感じ。ニューヨークはチビリ君という話でしたが、はい、スコートさん的にはどんなキャラが好きになりますとかあるんですか。あ、なんか、はい、すごい見た目は可愛い系なんですけど、はい、中身は男らしい感じの男の子。確かにそう思うとちぎりくんドンピシャですね。あ、そうですね。ね、うちはイケボトレーニングっていう企画をしていて、ホームページにちょっと、はい、そうなんですよ、はい、画面はそれぞれいろんなボイスで応援してくれるよっていう企画をやっておりまして、はい、もしよかったらちょっと私からするそのイケボで、はい、あ、もうここで流していただけるんですか。もちろんです。あ、なるほど。ありがとうございます、はい、応援させていただければと思います。あ、ぜひお願いします。あ、これが、あと少し、あとちょっとだけ頑張っていただいていきましょう。